さあ、それでは続いてのオーディションいきましょう。3組目、自己紹介お願いします。はい、教科書5大好きでおなじみ、スタミナパンのトシダとマーボーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなにゴリゴリ吸ってきましたね、これ。憧れのね。いや、いいスタジオだな。これは私のポイントで言うとマイナスになります。やばいやばい。さあ、それではいきましょう。オーディションスタート。はい、ラジオネーム、結婚歴5年目さんからです。はい、結婚世話人のお二人に質問です。交際中の彼女の両親に結婚申し込みに行く場合、どういう態度でいれば好感を持ってもらえますか、という内容です。結婚5年目の人がする相談ですか。今私も思いましたね。結婚5年目で挨拶に行く、きっとあれじゃないですかね、知り合いの人に聞かれたりとかして、ね、そういうことで、アドバイス的なね、アドバイスをしたいんじゃないですかね、この方。言っても25ですからね、まだ。そうですよ、はい、その結婚じゃ見えない。いや、見えないじゃなくて、ラジオで伝わんないですけどね、ヒゲ面のデブが、ヒゲ太ってる方。完全に年上だと思ったのにショックだったんですよ、先ほど。いや、そうですよね。おいくつでしたっけ。27歳です。若い。やっぱ若い。だこういうことを言えばいいんですよね。すっぱらいな、お前ら。もう若いです。姉さんが、姉さんが怒りますよ。姉さんなんですか。姉さんおいくつなんですか。あ、もう、あ、年とか聞いちゃう。あ、ダメ。はい、マイナスポイントで。っていうか、ファンだから知ってるんですけど。こういうのはでも良くないですよね、その挨拶行くときに。なんでお前だけ受かろうとしてんの。コンビで受かなきゃ意味ないんだから。こういうね、こういう結婚のね、時もね。あ、まあ、年知らないで付き合ってないからね。挨拶ね。まずどうやって入りますか。どうしましょう。マーボーさん坊主だから印象はいいでしょうね。でも、あ、そうですか。頭丸めて、うんうん、いやでもどうなんですかね、挨拶とかそういうのは苦手ですからね、基本的に。基本的には男性というものは、はい、うん、ヘラヘラして過ごしてきましたから25年間。いや、そうだね。いや、その時だけは演技してくださいよ。ヒゲも剃るでしょう。いや、ヒゲは剃った方がいいですかね、やっぱ。でもお二人4年目ということですか。そう、コンビ結成は2ヶ月。え、そう、最近なんですよ。だから知らない人みたいな感じ。4年目っていうのはどういうことですか。お笑いを始めて4年。そうですね、芸歴は4年です。最近解散して、はい、お互いまた組んでみたいな。そう、なるほど、なんか惹かれ合ったんですね。そうですね。気も合ってますね。逆にその時のプロポーズがこれに役立つんじゃないですか。あ、なるほど。どんなんだった、覚えてる。これ僕一方的なやつだったんですよ、これ。あ、そうだね。そう、片思いですか。片思いだったんです、最初。はい、僕すごく面白かったんですよね、昔。今は面白くないみたいな。輝きをすごくね、憧れてるみたいで。憧れてはないんですけど。話したくない感がすごいんですよ。僕、まあ、ちょっと最近あんま漫才とかやってまして、うん、あんま結果が出ずに、どうしようかなとか悩んでたりするんですけど、もうこっちは絶対解散したくないみたいな。いやいや、そんな。俺を話したくないみたいな感じがすごく見えるんで。一方的なやつだったんで。可愛いですよね。トシダさんのいい感じな態度でいけば、もうバッチリ気に入られる、ね。気に入られる。オレオラ系の。オラオラ系ですか。オラオラ系でしょ、どう見ても。ごますり系でしょ、どう見ても。ごますり系です。全然違う、逆ですよね。オラオラ系じゃない、俺。オラオラ系なのかな。全然ド S ですけどね。それはね、相手を見て どっちにするか、こううまく変えなきゃいけないんじゃないですか。それができたら、ね、でもそれができたらね、もう売れてますよね。できてないから。2ヶ月で売れてるよね。まあ、まだ2ヶ月ですからね。そうそうそう、2ヶ月というところも、ね、考慮していただいて。ね、なんだかんだで教科書5も1年半ぐらいになりましたからね。あ、そうなんですか。じゃあ先輩じゃないですか、結成歴は。結成歴はね、芸歴4年ですからね、あんまり上から目線で来られると。じゃあ芸歴で言ったらね、私たちみんな子役からやってるメンバーは。あー、はい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 、参りましたでいいんですか、これ。喧嘩みたいな。参りましたでいいですか、これ。おはようございます。おはようございます、すいません、ね、お綺麗で今日も本当にありがとうございます。あ、4分が意外と長いですね、これ。もうこれ解決したんですかね、これ。まあ、オラオラ系で行くっていうことで、多分お父さんと解決でしょう、もう、うん、僕が守りますよと。あ、言い切れば。じゃあお前なんかに娘渡せるかって言われたらどうしますか。お前って誰に言ってんだですよね。これ門前払いですよ。ダメかな、オラオラじゃ入れないですね、通用しないかな。玄関すらも俺が守るって言ったら伝わると思うんですけどね、気持ちも。そうですかね。これね、ちょっと結婚歴5年目さん納得してくれましたかね、これ。どうでしょうかね。その人はどうやって言ったんですかね、結婚歴5年目さんは。それの答えを聞きたいですよ、逆に。なんかどんな感じだったか、ちょっと麻婆さん、これなんか想像して。5年目さんの想像するんですか。得意じゃん。終了。振りの前に、あ、イエイ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。スタミナパンさん、はい、スタミナパンさん、スタミナパンと申します。途中で意外と長いなって言っちゃいましたけど、ね、あ、出ちゃいました、心の声が。あれ出ちゃいました、うん、そんなことあった。いやいや、そうなんですけど、やっぱテンパっちゃいますよね。ね、あの、マーボさんっていうのはすごい、
音声だけじゃ伝わらないと思うんですけど、丸顔で坊主でひげがすごいんですけども、はいはいはい、汚いおにぎりみたい。それなんか、あ、ありがとうございます。願掛けですか、そのひげは。いや、もうおにぎりみたいということで、のりに仕立ててやってます。でも、ひげをのりに見立ててやつ。名前が麻婆でね、麻婆豆腐の麻婆って書くんですよね。あ、そうです、麻婆豆腐の麻婆で、麻婆でやってます。言ってること言いない人だけだね、お前。いやいや、でも本当にいいスタジオだし、枠蔵さんも青いのが似合う。またやってる、お前だ。さっきね、麻婆さんのね、ひげ見たらね、ひげに小梅がくっついてましたから。そんなにね、小梅食べるもんね。あとちょっと気になってるのが、この感じでちょっと汚そうな感じなんですけど、歯がめっちゃ綺麗なんですよ。あ、そうなんですよ。僕矯正してましたんで、昔。どうでもいい。矯正してましたからね。はい、ありがとうございました。終了。ありがとうございました。一旦 CM です。